Thank you for encoding まあ何て言うの まあ変数についてなんですけど、その前にちょっとなんかさっき雑談してたらこのエントリーがすごい話題になっていたんですよ、ね、まあ皆さん見てると思うんですけど、まあそれはどうでもよくてね、果てぶで あんま特定名前しちゃいけないんですけど、知らねえよ誰だよこいつみたいなことをなんかお決まりのことをやられて、やっこさん、はい、やっこさん、で、見たらこのウィキペディアとかに載ってるだろうと思って見てみたら、なんか全然情報がなかったんですよね。まあそれなんで皆さんでちょっとこのページをもうちょっと充実させたらいいだろうというふうに思って一回先に言いました。で、本題なんですけど、2008年のヤップシーに来られた方っていらっしゃいますか？そのぐらい。あ、少ないですね。じゃあまあネタがあんまり被ってたんですけど、パールのエンコーディングスっていう変数があれなんですよ。パールの 5.22 のデルタからページがちょっと変えちゃった。ですね。このさよならしますって書いてあるんですよ。で英語で、でまあ日本語で読むとやっぱりデプリケートされますよみたいなことが書いてあったの でこのエンコーディングっていう変数、皆さんすごい使ってる方とかほとんどいなくて知られていないんですけども、昔パールのソースコードですいません、まあなんでしょうね、ユーズエンコーディングス CP932 みたいな指定をするとパールのソースコードの中で CP932 で生の文字列を書かれていても内部的にUTF フラグをつけた UTF 文字列として、変換してなんかいい感じにやってくれますみたいな機能を持った変数なんですよ。で僕はこれ Perl 5.10 がリリースされた時に、ユーザー側で誰でもプラグマのモジュールを作れるようになったんですね。それがダラーハットエッジっていう、ちょっとちっちゃすぎですね、ですね、まああるんですけど、これですね。まあここでプラグマ化をしたい、なんでしょうね、普通にレキシカルなスコープでそのモジュールが有効かどうかみたいな、まあなんでしょう、レキシカルスコープなモジュールを作りたいときに使える変数なんですけど、そこと一緒にエンコーディングという変数を僕は使いました。でここの実装がちょっと長いので。C パンとかでダウンロードしてみてもらうといいんですけども、実際にどうやって使うかというのが、これをすると どう何が出るかというのは大体皆さんあんまり想像できないと思うんですけど、これを実際に実行すると何か何もないって言われる。でこれ、レキシカルスコープなんで、ここで、わかりにくいですね。こうやってやると、ちゃんとスコープが外れると DDDD が出る、みたいなことができるんですよ。まあ、そんな、便利な機能を持った、エンコーディングスという変数なんですけども、それがもう、ついになんかバグとかいっぱい、バグとかの元になっちゃうので、もう、そろそろいらないでしょうという。になっていつかなくなってしまうらしいので、ここで、まあ仮に彼というふうに代名詞をつけるんですけど、まあ彼今までありがとうございましたという、感謝を述べたくて LT しました。以上です。ありがとうございました。